小指見つけた。じゃあやろう。ああねえ、顔ちゃんとして。いや今磨いてっから顔。顔磨いてんだ。これさ開けようぜ。それさ、いや俺手ぬるぬるになっちゃったね。開けようぜこれ。やばっ。うん、諦めよう。何こいつ、開かないやつ。開かないな。開かないの買っちゃったんだよ。しょうがねえわ。800円。おやった。やっべ落としたやっとなの。マラソン前に手骨折するの一番面白いっすわ。開ける方向ないのかな。いや俺でもね、リプとかね、コメントも読んでるから、なんかさ、温めろみたいに言われない。あとね、簡単なんだぞ。ね、顔ちょ、マジで押しながら回すらしい。あ、そうなんだ。ちょ、いい、俺ぬるぬるにしてんじゃん。これマジで開かないな。え、なんなの、結論開かないの。いや、なんか多分その人が思ってたのと違った。ねえ、めっちゃぬるぬるになってるじゃん。めっちゃぬるぬるなるよ。めっちゃぬるぬるって、いいやことやろ。なんかさ、ハンマーとかで叩いたらと思う。おい、いじゃん。ねえ、なんかね、いける。いや、それもし開いただけば。いやー、すんな。なんかね、一周叩くらしい。あ、全部。うん、マジで開かない。何これ、ね、炙る。なんかさ、俺が思ったのはなんかさ、こう固定概念にとらわれてない。なんかその固定概念っていうかさ、こう開けようと思ってるから力を発揮みたいな。うん、この流れでって。ああ、いいじゃん。俺もう無理だけど。流れの中で。顔をつかなきゃいけない。俺、事務所行かなきゃいけない。ちょちょ。いいよ。天神ぐらいで。え？これで。え？マジ？これ、物事は流れだよ。これすごくない今の。いや、俺絶対それ無理だと思ったもん。でも会話の開いたねえ、開いたぞ。垂れまくったぞ、でも。いつも終わったわ。いや、でも会話の流れで。え、お、そんなことあんの。いや、両方のびっくりした、俺もう。え、これ一本食べてみよう、ホワイトアスパ。いや、俺いいや。なんでマジ嫌い。え、ホワイトアスパ嫌いなの。いや、俺本当に申し訳ないけど、食えない。いや、やばいもん。美味しい。それ噛んでんの。え、マジ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 。俺だってあの草食わされてもう一個トラウマできてるから。マジでやだもん。あー、でもギリセーフだけどな。ちょっと甘くない？すぐパンめっちゃ食ってごまかすじゃん。俺あれ本当はなしだと思ってる。あのロメインレタス、うん、ロメインレタス誰がさ保存したのか知らないけどさ、野菜室と冷凍室間違えて朝カチンコチンになってた。ちょ待って、ヒサロ行ったじゃん、うん、落とすとき超痛いんだけど。でも皮膚がさやられてんじゃない。普通に赤くなるようなやつやってるから。いや、日焼けに弱いもんね。超痛い。美味しいな。でも俺これハンバーガーに入れたかったんだよ。でも入れたら食えてなかったんだよ。いや俺そこ食わなかったろうな。どう美味しいのかだけ教えてよ。え、匂うだけするわ俺。でしょ、食ったら。一口で食うか。マジ？いや、美味しいと思うよ。いつ最後食ったの？いや、多分生まれてから食ったほうがいい。じゃあ大丈夫だって。無理無理無理。え、いやもうその偏見を取っ払って食べて。なんだよ、割り箸じゃん。これが、うん、なちげえわ。割り箸じゃん。ホワイトアスパラだわ。人形料は箸で箸。食ってみ、大丈夫だから。なんで戻したんだ。え、白いなと思って俺黒いのに。なんでふーって言うの。
そうな。いや、味が少しでもなくなれって思って。いや、大丈夫だよ、ほんと大丈夫だと思う。で、一口食います。うん。あー、やばい。で、戻すなや。いや、もう食感が違った。想像と。うん。ってことは飲み込んだ。だから味しない。じゃあいけんじゃん。違う。何危ない匂いがした。でも開いてよかったね。開いてよかったけどね。だからこれさ、ちょっとどうなの？あ、その説は一個言えるけど、なんかさ、ガッてやるよりも流れでうーんカッてやった方が開く。水飲んでいいっすか？なんで？ちょっと野菜だったね。ありがとうございます。ということで開きました。サブチャンネルでした。ありがとうございました。